ございます。幸せセミナールの幸さんです。12月14日、土曜日の朝となりました。時刻は間もなく4時45分であります。現在、ナスダック100は 0.78% プラス、21,782 ポイントとなっております。ただ、取引時間中の高値は、ブロードコムのおかげで更新しているんですよね。一時 21,886 ポイントまで上がっています。現在でもまだプラス圏ですけどもね。さあ、その他の最新のマーケットも見ていきましょう。皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。S&P500 はプラスの 0.01%。6,051 ポイントでほとんど変わってないんですね。ダウは若干下げています。この押し目、来週以降どう深まっていくんでしょうか。マイナス 0.12%、48,861 ドル。今はハイテク、あるいはナスダックの方が強い時期ですよね。まあ、半導体弱いんですが。ラッセル2000はマイナス 0.75%、2,343 ポイント。こちらも心配です。で、半導体なんですが、この今日の相場に関しては、ポーンと上がりました。3.28% プラスで5,145 ポイント。ナスダック100よりも大幅に上がってはいる。それはもちろんブロードコムの決算のおかげではあるんですが、ただ方向感としてこの中期のトレンド、ちょっと詰まり気味ですよねというのは、誰の目にも明らかなんですね。来週以降また FOMC またぎでどうなっていくのか。VIX は、マイナス 0.12 ポイント、14.13。こちらも14ポイント台、かなり低いですね。ユーロストックス50が 0.28% プラス、4972。最近足踏み状態。日経平均です。夜間です。マイナス 0.04%、39616円。ほとんど変わってない、動いてないんですね。10年債利回りは 7.1 ベーシス上がりました。輸入物価指数の伸びはわずかだったんですが、それでも金利は上を目指していくっていう感じなんですね。インフレ懸念というのは相当ありますからね。4.399% ということで、かなり上がってきました。はい。2年債の方も 4.6 ベーシス下がって、52日に沿っているというところもあるんですが、このところ、11月22日の 4.382% も上回ってくるでしょうか。ドル円の方も上がり続けています。金利の上昇に引っ張られているという感じなんでしょうかね。153円の上でこう100円台ということはありえないわけですか。大変失礼いたしました。ドル円は153円の73近辺で動いております。大変失礼いたしました。ユーロドルの方もやはりこのドルが強いんですね。1.04 の92ということであります。今日に関して言うとユーロが若干反発はしているものの、やはりこのドルの強さっていうのは否めないかなというチャートですね。金が52銭割れ、続落で2652ドルまで下落。原油は 71.29 と随分上がってきましたね。52銭を上っ離れてきました。はい。100日線まで来週超えていく展開っていうのはあるでしょうか。ビットコインは10万1000ドル台高いですね。101,385 ドルとなっています。さて、急ぎのお知らせなんですが、12月19日の夜ですね、この注目のベンチャー4社が、しかも上場しているところなので、すぐに投資ができるんですね。1社30分、4社で2時間、まとめてこの経営者の方が自分の会社を徹底的にアピールしてくれる。そんなイベントがあるんです。もちろんオンライン開催です。ぜひこれですね、次のビッグテック、この中に隠されているかもしれません。なんと抽選で天岐阜ももらえるキャンペーンがあるんですね。だからこのチャンス生かしていただきたいなというふうに思います。もう申し込みまで、本番まで、あとわずかの日数しかありませんから、ぜひお早めにお申し込みください。この黒いボタンを押せば、申し込み画面に飛びます。動いている相場なんですが、このような状況になっています。輸入物価指数の結果で何か大きな方向感がついたということは、まあ、なかったのかなって思います。それよりもやはりこのブロードコムの決算のおかげで、ね、半導体的にも強かったのかなというような感じがしますけどね。通はですね、0.1% の上昇にとどまりました。11月の前月比なんですけども、このことはまあインフレ圧力の緩和するものとして交換をされたんですが、そこまで上昇につながったかというと、何とも言えませんね。会合は、25ベーシスの利下げが 97.1%、据え置きは 2.9% で、ほぼ決着ついたかなっていう感じなんですけども、関して言うと、わかりませんね。2回あるのかないのか、もちろん3回の可能性もあれば、1回、あるいは0っていう可能性もあるかもしれません。そのあたりは、今日の世界株式速報で夜、触ってまいります。ただ、来年の利下げ幅2回、25×2回で50ベーシスというのがメインシナリオとなっています。
コムのおかげでテクノロジーセクターだけが、まあ、上げてるっていう感じに近いかなと思います。大きく下げているのが素材株ですね。マイナス 1.51% となっています。で、41円見ていくと金庫株が一番下がっていますね。 2.66% のマイナス。ゲノムもマイナス 2% 安で悪いです。半導体なんですね。41セクターの中でトップの上昇率 2.75% プラスとなっています。あとはほとんど大きく上がっているのはないですね。ね、このブロードコムの下げているものがあるんですね。NVIDIA、AMD がですね、マイナスで足を引っ張っても、それでもソックス全体がある程度しっかり上がるというような状況なんですね。ブロードコム何パーぐらい引けるでしょうか。今現在ヒートマップ上は 24.36% なんですが、わかりません。20% か 22% か、その可能性もあります。24.68% プラスなんですね。歴史的大上昇で、もちろん市場最高値圧倒的に更新しています。 225.32 ドルと今いよいよな状況で動いておりまして、もうとんでもない上昇はほぼ間違いないというような状況ですね。予想下回ったものの、この先の見通しがいいんですね。なぜいいんでしょうか。重要経済情報です。いやー、ブロードコムやってくれました。20% 以上上がって時価総額1兆ドルを超えたと。これね、クラウドプロバイダーからの需要が増える、そういう期待があるわけなんですね。クラウドプロバイダーの需要とは何か。それは例えば AI 向けの高度なカスタム半導体、こういったところが強いのがブロードコムですし、 NVIDIA ってやっぱり取り合いになるわけですよね。で、高いだったらブロードコムにお願いしようかな、そういう流れがある。そしてブロードコムとしても NVIDIA に追いつきたい、これ極めて期待高いですね。かつこの12ヶ月の予想 PER で見ても NVIDIA より若干割安のブロードコム、じゃあ上がりすぎている NVIDIA よりブロードコムの方がいいのかなというような見方が強まったわけですよね、今回のブロードコムの決算で。なお、輸入物価指数11月はプラスの 0.1 ということで、伸びはまあわずかだったというところであります。まあ、背景としては食料品と燃料価格の上昇が他の品目の下落で一部相殺ということではあるんですが、インフレ圧力が緩和する可能性があるというんですが、いやこんなものではこれからのトランプ関税どうなっていくのか、そっちの方がよっぽど大事でありまして安心はできません。こちらもまあ安心はできないというか、中国がアメリカとの科学協定の5年延長を発表したんですが、これって結局その1979年から、まあ、あの5年ごとに更新されてきたものであってね、必ずしもこれが更新されたから米中関係が改善するというわけでありません。ただ8月で期限切れになっていたものがですね、まあ、更新ということであるのならば、まあ、うん、一つプラスの見方もあるかもしれませんが、ただ米中関係の安定につながる効果があるかどうかというのは、まあ疑問なのかなと思いますし、またそのいわゆる中国へのこの技術の流出、この協定があることで、中国側がアメリカの技術を盗用しやすくなるんじゃないかという懸念も、まあ、あることはあるんですけどね。ただその中国ね、消費財下取り制度、これはいいですよね。売上だから1兆元突破ということでありまして、特に人気があるのが乗用車の下取りということで520万台を超えたということですが、あの要はこれは自動車需要の減退と見る向きもあるでしょうし、あるいは、いわゆる苦しい世帯が、まあ、自動車等を、まあ、手放しているという側面もあります。ただし、まあ、必要がないものを売って現金に変えるということが政府の支援のもと行われていくのであるならば、それはある意味ではですね、まあ、あのその他のそのお金が、まあ、消費に回っていきますから、生活費とかに、そういった意味ではですね、まあ、この制度そのものは決して悪いものではないと思いますね。こっちは悪いものになるんでしょうか。マクロンさん、新首相に中道派のベテラン政治家バイルさん、フランスはバイルさんを指名しましたが、国民連合が何というかですね、まあ肝はキーポイントはバイルさんがどういう予算案を組むのかです。ここに国民連合等々の、意向を相当組まないと、また結局ルペンさんが脅しているようにですね、いや結局行き詰まり挫折になるわよということになってしまいかねませんよ。こちらも驚きでした。ブリンケンさん、イラクを電撃訪問。今日の夜のですね、世界株式速報でもやりますけども、
シリアを中心に今中東が激変していきます。まあ、その中でですね、アメリカも慌ててですね、まあ影響力をこう維持回復させようとしているというかですね、まあそういったところがあるわけですね。でまあ結局、じゃあイラク行って何したかっていうとですね、スダニ首相とですね、アサド政権が崩壊した後のシリアの情勢について話し合ったと。一応ですね、まあ、シャアム解放機構ですか、少数派すべて保護し、包括的で周辺にとらわれない政府を樹立するということを言っているわけなんですけれども、それはアメリカの目的とも一致するわけなんですが、ですからアメリカも、いわゆるシャアム解放機構、つまりアサドさんを追い出した勢力と、まあ、関係をですね、まあ、つないでおきたいという思いはあるわけですね。ただし、この IS の問題があってですね、実は、まあ、一般的に言うと、IS とシャーム解放機構は対立しているというふうに思われているんですが、実際は裏でしっかりとつながっている部分があるんじゃないか。それがアメリカの懸念なんですね。そうなった時に、じゃあ、そのシャーム解放機構がシリアを乗っ取った時にですね、まあ、アサドさんを追い出した時に、このイスラム国の台頭ということになりをしないか。つまり、シリアからですね、この中東全体がですね、ある種のその、イスラム過激派の支配がどんどん広がっていくんじゃないかということをですね、非常に懸念しているというところでありまして、それは決して、イラクも、全く違う思いではないと思いますが、その中での、まあ、ある種のこう利害の一致というところからの、このブリンケンさんの電撃訪問につながったというふうに僕は見てますけど、いかがですか？いや、俺はそっちより株の方が興味あるんで、そうですか。で、あるのならば、武藤、いや、これね、意外と人気がある。ごめんなさい、武藤先生ごめんなさいね。あんまし人気がないかなと思ったんですが、結構人気があるんですね。ライオン兄さんのほどでもないんですけれども、ただ、結構取り寄せが多いんですよ。ちょっとそれすごく意外。だってそのオプションを使った高速資産形成術ってこれかなりレベルの高いことであって、まあちょっとあれかなと思っていたら、かなり取り寄せていただいてありがとうございます。なので、ぜひぜひ、まだの方は、ぜひ、はい、高速でリスクを抑えてね、資産を作っていくっていうスキームなので、ぜひそのテクニック、ちょっと知りたいなっていう方、やらないは別として知りたいなっていう方は、ちょっと読んでみてください。あと、この本もすごくいいですよ。要するに、家族の資産形成術という本で、その新ニーサでお金を作るのはいいんだけど、それをどう残すかって話じゃないですか。で、残すときに、贈与相続で損したら嫌じゃないですか。せっかく新ニーサで税金免除でもね。だから、しっかりこの本を読んで、マイナスすることがないように、損することがないようにしてほしいなっていうふうに思ってます。もう一つが、やっぱり自分もお金使って幸せにならなきゃいけないわけで、じゃあどう使ったら、何使ったら幸せな人生になれるのかっていう、まあ、究極のこの哲学書ですよ。投資家にとっての大事な哲学ですよね、お金の使い方は。それが人生観が変わる一冊です。ぜひこの本も取り寄せて読んでみてください。3冊一緒に同時に取り寄せるってことできないので、一個一個申し込んでいただく必要がありますので、はい。3つがリンクをですね、先ほどの IR の話もすごくいいと思うんですね。やっぱりこの経済の最先端の日本の企業の、特にスタートアップベンチャーですから、知れると思うんですよ。で、それもですね、合わせてですね、概要欄のリンク、つまり今日は4つですね、4つ上の方に貼っておきますので、ぜひIR と本3冊ということですね。はい。この IR イベントもぜひ、今回だけのチャンスですから、ぜひ、行かせていただきたいなというふうに思ってます。では時刻は間もなく5時になるところであります。レバレッジの状況見ていきましょう。SXL 8.36% ということで。まあ、久々の上昇。まあ、残り約1時間。なんとか30ドルの上で引けてほしいところですよね。ただ来週は FOMC と52銭、102銭が待ち構えているというような SOXL の状況なんですが、一番上の方で見るとですね、はい、50と200と100が待ち構えているので、結構しんどいぞと POC もあって4点クラスあるぞというところに なっているわけですね。まあ、RSI、あるいはマックリーの下値が切り上がる、いや、若干切り上がっているので、まあ、期待を持ちながら見守っていきましょう。S の方は、マイナス 8.45%、20.91 で52銭まで。TECL はプラス 0.68%、98.80。やっぱり今日に関して言うと SXL の方が的に調子がいいですね。1倍の方で見てもですね、TECL は、まあ、長所トレンドは安定してはいるんですけどね。はい。ただそうは言っても、今日に関して言うと、あんまり上げられなかったって感じですね。ウェブルはマイナス 1.93%。ただそんなに心配いらないかなと思いますが。なかなかやっぱり30ドル、31ドル、32ドルって言うと、ちょっと高い感じがするのかなって感じもしないでもないんですけどね、ウェブルはね。はい。
一番の方で見てもただトレンド崩れてないので、また来週以降も期待は続くのかなと思いますが、どっかで押し目が切ってもおかしくないですね。キュアはもうちょっと心配ですね。今日は一応 0.51% 上げているものの、この安値割っちゃってる感じもあるので、結構厳しいかなと思います。で、一倍の方でこの安値をはっきり来週割ってくると、こうですね、11月19日の安値割ってくると、さらに、この、いわゆる綺麗なダウ理論上の下落トレンドっていうのが、これ続いていくんだろうというふうに、どうしてもなりますので、こういうふうになってますから、逆への字で来てますから、こういう場合は、この直近ですね、割り込んだ時にさ、もっと下がっていくということにもなりかねないですね。はい。LABU の方も下げ続けて、だら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 来てますね。はい。マイナス 4.33%。3倍の方でこの安値割れが懸念されている状況。で、1倍の方で見てもですね、この安値割れ、非常に危険ですね。200も割っちゃっているので、そうなった時に LABU もですね、流れが非常に悪くなってきたというような状況ですね。CF の方も、まあ、マイナス 3.16% と、結局、まあ、この期待で買われていた部分っていうのは期待外れで終わりそうだということで、現金給付はないよと。それをなんでって言った時に、衆参が怠け者国家になっちゃうからだというわけのわからない論理なんですね。うん。そうではなくて、立て直すために現金給付が必要なんです。怠け者どころかですね、日々の生活もですね、できない人がとても多いんですね。ですから、そこの人たちをなんとか元気出してもらわないと、中国経済、そして世界経済の回復はありえません。はい。ケーブルの方はマイナス 1.49% ということで、こちらも下げているんですね。ですから、やはりこの、いや、財政刺激策はいいんですけど、総論いいんですけど、各論が大事なんですよということを私何度も申し上げています。やはりこの財政政策の中身、そしてお金の使い方は問われているのではないでしょうか。土曜日です。経済指標、要人発言、まあ、ブラックアウトですけど、はい。それから、決算ありません。ので、このまま押し目いきます。SXL 22.39 から 23.30。CL は 81.94 から 85.28。4.22 から 25.21。2.19 から 95.95。93.64 から 97.46。2.88 から 34.22 となっております。東証の森さん、いつもありがとうございます。はい。お疲れ様でございました。まあ、一応プロドコムのおかげでね、っていうところはあったので、まあ、ちょっとほっとした、週末、特に SOXL が怖いよっていう方はですね、まあ、ちょっとほっとした週末に、まあ、なったのかなっていうところでありますが、まあ、なんとか30ドルの上でね、しっかりと引けるっていうことは一つ、大事なポイントになるかもしれませんが。はい。まあ、ただ、こんなもんではない。私の SXL の実力は、この倍以上あると思ってますから。まあ、そこは、でも焦らずに、ゆっくり投資を続けていこうかなと思ってます。ただ、AI 期待がまだ終わってないよってことをプロドコムが示したってことは、私は大きかったのかなと思います。だから、まあ、なんとなく、まあ、30ドルぐらい、SXL。まあ、だけど、まあ、ちょっと嬉しくなったわけですよね。で、例えば、その他、まあ、それは株のことはね、まあ、上がりは嬉しいし、下がりはちょっとあんまり嫌なんだけど、ただね、なんていうのかな、日常生活で、こう、大事なことって結構その、いわゆる、なんかこう、ドラマみたいな、なんか劇的な幸せっていうよりかは、我々ってちょっと嬉しいことってあった方がいいんですよね。そっちの方が実は大事で。例えば、なんとなくカーテン開けたらすごい晴れてたら、すごいなんとなく嬉しいわけじゃないですか。あるいは茶柱が立ってるとかですね。こうなんていうのかな、日々の、こう、自分に密着した生活の中で、例えば電車で角の席が空いてたとかですね、そういう嬉しさってやっぱあると思うんですよ。で、それって結構でも、例えば茶柱にしたって、電車で一番自分の好きな席が空いてたとかって言ったって、それって結構その人様次第っていうか、自分ではどうしようもない部分じゃないですか。だけど、自分でじゃあもしこう変えられてることで、少しこう、そういうささやかな嬉しさっていうのが感じられたら一番いいですよね。だから晴れか雨かなんて、それはなかなか操作できないじゃないですか。だけど、なんていうのかな。自分の自身の工夫で、ちょっと嬉しくなる、ちょっと幸せになるってことができると思うんですよ。例えば、どういうことかっていうと、もう、まあ、基本線は、やっぱいつも僕が言ってるように、目の前のことに集中するっていうことで、例えば、美味しいラーメン屋さんに行きましたってなった時に僕もやっちゃうんだけど、スマホでポチポチやってたら、そのラーメンって楽しめますかって言ったらそうではないわけですよね。だから、例えばラーメンの美味しさをもう一回味わうために、やっぱりその、例
例えばじゃあラーメンならラーメン、お料理ならお料理に集中するっていうことは結構大事かもしれませんね。あるいは例えばそのラーメンを食べてる時にですね、なんか過去の出来事をくじ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 悩んでいたら、それはやっぱりラーメンの美味しさっていうのはなくなっていくわけですよね。ですからやはりこの我々っていうのは嬉しい小さい幸せに気づくためにも、やっぱり目の前のことに集中することではないでしょうか。やっぱり、いつも僕はたまに言うんだけど、友達と喋ってる時とか、お茶飲んでる時とかに、やっぱりこう、スマホをいじりながらお互い喋ってる人が多くて、それってあんまりどうかなって。で、その、何気ない一言に結構人生変わったりするんですね。僕の YouTube もそうだし、僕の髪型っていうか、自分で髪を切るってこともそうなんだけど、やっぱりそれって本当に相手がボロッと、ポソッと、なんか本当によく考えずに適当に言ったことなんですよ。 YouTube やってみたらみたいなのも含めて、バリカンで自分で髪切ってみたらって。でもその2つのボソッとした何気ないアドバイスでも何でもないですね。要は雑談の中の本当によく考えずに向こうが言ったことだと思うんです。だけど僕はそれを聞き逃さなかった。それはなぜかと言ったら、まあ別に全然それは自分のことをディスってるわけでも何でもなくって、目の前のことに集中していた。つまり能力はないから、とにかく目の前の相手の言うことを全部聞いてやろうっていうぐらいのその意思。僕は日々面談をしてるんだけど、常に面談もそういう意識なんですね。面談もそういう意識なんです。とにかく今目の前にいる人が全てだということで、その人のことだけを考えるということで、毎日毎日毎日何件も面談をしてるんですね。で、その結果、話を聞いてくれるなっていう思う人もいるかもしれないし、聞いてもらってありがたかったなって思う人もいるかもしれない。ね、そういう中で、私は、ある意味ではそんなに能力が、マルチタスクの能力が全くないから、だから、目の前のことに集中する。そうすると、小さい嬉しい差が出てくる。例えば、じゃあ朝、コーヒーを飲む人がいると思うんですけど、あれって例えば、コーヒーの香りぐらいなんていうのは、よく意識してないとわかんないですよね。わかんないですよね。例えば悩みながら歩いていたら、パン屋さんの前のいい匂いって気づかないじゃないですか。だけど、その散歩とかに集中していたら、やっぱり気づくわけですよね。そういうふうに、例えば、その目の前のことに、今やってることに集中するっていうことは、意外と、この簡単なことのようで、やっぱりこの心を安らぐ、いてくれるっていうか、こう、嬉しい幸せ、小さい幸せに気づく。例えば、道端のこの雑草が咲いていたりとかですね、タンポポが咲いていたりとか、そういうことに気づくわけですよね。うん。そしてもう一つが、小さい幸せ、今日はね、人生での大きな資産形成とか1億円とかそういう幸せじゃなくって、小さい幸せ、もう本当に毎日あるような何気ない幸せについて考えてみてるんだけども、まだ終わりませんよ。まだ終わらないんですけどね。あのね、やっぱり例えば、いつもこれも言うことなんだけど、結局自分自身を認めないとダメなんですよ。で、褒めないとダメだし、例えば、ちょっとした当たり前のことでもいいんですよ。例えば、朝起きて顔洗いましたって、それ当たり前のことですよね。でも、ちゃんと起きたじゃないって、褒めるんです。とにかく何でも褒める。そして、物も褒めるんです、物も。例えば、僕なんか収録終わった後、パソコンとマウスと、マイクに、ありがとうね、お疲れさんって言うんですよ。それどうしても、もちろん心の中でね、ここだって心の中で言わなかったら、不審者扱いになるのでね。ただ、ちょっと手を触れてみたりとかして、お疲れさんみたいな感じで、肩叩くじゃないけれども、お疲れさんみたいな感じで言うんですよ。それすると、すごくやっぱり言わないように全然幸せになるっていうことなんです。だから、周りのものに感謝をして、自分自身のことにも感謝をして、自分も褒めていく。とにかく自分をその肯定することです。否定することではない。サボっちゃったらサボっちゃったね。でもサボったと言いながらも、ちょっとはやってるわけだから、そのちょっとやったことを認めなさいよっていう話なんですよ。そうすることで嬉しくなっていきます。これ嘘じゃありません。やってみてください。1円もかかりません。1秒もかかりません。はい、やってみてください。どんどん自分が小さい幸せになっていく。ですから感謝が大事なんですよ。だからやってもらわなかったことをガタ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 言ってるんでしょうね。やってくれたこと、例えばこの人が憎たらしいと思ったら、じゃあ今までこの人は僕に何をしてくれただろうって考えたときに、結構いろんなことやってくれてるんですよ。なってくれてる。そうなったときに、あ、こいつも結構いいやつなんだなってなるわけです。そうするとまた嬉しくなる。そしてその人を好きになった自分を褒めてあげるんです。褒めてあげるんです。ね。憎んではダメです。憎んではダメです。いいですか。そして他人にも、自分が、ね、なるべくでいいので、感謝の気持ちを伝えていくんです。そうすると、一人で感謝しているよりも、ものすごく増えるんです。ものすごく増えるんです。ですから、同僚でも友達でも家族でも、俺に触れ、ありがとうございますっていう気持ちを伝えていくと、それをすごく
幸せが2倍3倍になっていくってことです。もう一つが、何かちょっとでいいので、こう、まあ、これも難しいんだけどね。何かちょっとでいいので、この目先の予定に何かちょっとしたものを入れてみてください。例えば、じゃあ土日でしょ、今日は。土日だったら、例えばドラマを見るとかね。見逃していたものを見るとか、あるいはちょっと映画に行ってみるとか。あれ、ちょっと、じゃあ、それも無理だから、ちょっとじゃあカフェに行ってみようとか、ちょっとスタバの新作飲みに行ってみる、なんか抹茶のグリーンティーなんとかって出た。グリーンティーだって、わかんない、ちょっと、なんか出たらしい。まあ、そういうの飲みに行ってみるとかね。あるいは本屋さんに行ってみようとかね。ね、そういうふうに、ちょっとした予定。だから、例えば、海外旅行とかですね。いや、それまずいよね。まずくはないんだけど。無理だよね、すぐには。だけど、そうじゃなくて、今、地元の町の、ね、ちょっとあの店行ってみようかなとか、ちょっと美味しいパン買ってくるかな。そういうことがね、少しずつどんどん明るくなっていく。皆さん。ですから、今日言ったことって実は、めちゃめちゃ簡単なんです、実は。自分の工夫次第、意識次第で、すぐできることです。何にも努力いらない。何にも準備も何にもいらない。そう、こういう、今日僕が話したような小さな工夫を、ちょっとずつやっていくだけで、どんどん日常の小さい幸せで溢れていく。で、小さい幸せの積み重ねが、やっぱりこの豊かな人生っていうか、ね、豊かな心になっていくんですよ。だからぜひぜひ明日からと言わずに、この土日から試してみてくださいよ。そしたら、あなたが小さい幸せになる。そのあなたの小さい幸せが、私にとってめちゃくちゃでかい幸せになるんです。それ嘘じゃありません。腐ってませんから、私。はっきり言ってそこまで。ね。なので、まあ、ぜひぜひ、いい、この休日にしてほしいなと思いますし、はい。お仕事の人は、お仕事、職場で何か小さい幸せを見つけてほしいなというふうに思います。やはり、基本は、職場においての基本、人生においての基本は一緒だなと思います。いつも働きながら、やっぱり感謝と思いやり、これ以外にないというふうに思いますので、ぜひぜひ、そういった部分も、意識しながらまた、土日過ごしていきましょう。そしてまた土日も、なるべく、いつも通り、動画を出していきますので、まあ、よかったら、はい、一本でも多くというか、一分でも長くというか、はい、ぜひ見ていただければな、というふうに思います。よろしくお願いいたします。そしてまた、動画を見ようが見まいが、必ずお互いいい人生にして、そしてお互い幸せになって、お互い生きてきてよかったね、まずまずの人生だったね、っていうふうに言えるようになったらいいのかな。そのための一つの、キーポイント、彩り、生活の彩りは、やっぱり、今日、言ったような、日常のささやかな幸せなんだというふうに思います。だから、安心して、ちょきで、失礼いたします。今日も無理ない伸びない我慢して、じゃがっていきましょう。よろしくお願いします。